じゃあちょっといただこうかな。一個ずつ。一個ずつで。一人雨、二人雨でとーっとご覧になってしまうと。いただきます。うん、めっちゃ美味しいです。やばい。今回のストーリーは、全く異なるジャンルの撮影から始まるのだった。大変つまらないかもしれませんが、どうか、今回のいきさつを少々、ご覧ください。あー、消防署あります。あそこから出たとこの跡があるか。はいはい。あそこ結構。それではまた。今ね、ありがとうございます。ありがとうございました。夜は分からんね、これは。うん、結構優しい人で。あの、まあ、近いけど釣れる場所と釣れない場所がね。今9時ぐらいなんですけど、やってきてます。でね、結構ね、人もね、多いんですよね。やっぱりそれだけ釣れるっていう、ことなのかなと思います。今日もね、ちゃんとしっかり釣って、帰ろうかなと思います。はい、というわけでね、今回使う、仕掛けなんですけど。よいしょ。ケミカルライト。あ、こんな感じなんですね。まあ、こちらが、まあ、以前買ったやつがあるんですけど、まあこんな感じですね。なんか向こうの辺まで行ったけど、なんか釣れてるらしき雰囲気はなくて。初めてだ。そうなんですか。今日お宅では子供の時から。値段はめちゃくちゃ安いよ。めちゃくちゃ安いですね。さっきのお客さんもびっくりした。じゃあちょっといただこうかな。一個ずつ。一個ずつで。これはめっちゃうまい。マジですか。やった。期待して食べて。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。ラーメン食べながら。うわ、すごい。釣れたのこれ。どこ行っとったの？移動中。ああ、全然釣れん。どこも釣れんの今日。
わしの知り合いも4件釣り来とったわ。ああ、そうだね。釣ってない、いつも4件釣るんよ。あ、時にはわしの家まで持っていてくれるんだよね。ずっとなんね、今日どうなっとるんだよ。釣ってた、全然じゃわ。いや、なんか周りも釣れてなかったっすね。うん、もうこんなもんよ、今日は。あ、やっぱそうなんだ。うん、だって僕ら商店、煽り商談しか全然釣れんかったっすね。釣れる、釣れる、その代わり地産の、あの今新古じゃけんね。なるほどね。それこそコロッケぐらいしかないな。もう今日ほんと釣れてないわ。いや本当に僕の小学校の時にそうだろうな、ね、もう家の前とか通りおったんだ。そう、あの頃はね、台数がよくおったけんね、あの時びっしり全部回りおったけど、今もう店はもうわしこおらんけんね。あ、行きたいだけで、うん、そうだね。だけどね、もうあの回るとこも出て限られたとこしか行きおらんから。そんなにあったんすか。いや、昔よう流れおった。そりゃ、あの店屋の車はもうほんま相当おったよ。やばい、数的にもめっちゃ嬉しい。すごい嬉しい。欲しいとって一人やめ二人やめでとーっとおらんなってしもうて。めっちゃ美味しいです。やばい。すごいなんか贅沢な。いただきます。あ、うめえ。屋台ってかあれ感じで、あれもったいなくね、うん、ねえ。あ、スープがうまい。あ、でもこれ一回今日釣りに来たけどこれで満足だ。ほんまに。うん、チャーシュークオリティ高いよね。はい、というわけでごちそうさまでした。ね、今日たまたまねイカを釣りに来てたんですけど、もう30年ぐらいやられてるということで、でそのね、今は1台だけでやられてるんですけど、なんかその以前はもう何台もあったんですけど、今になっては1台ということで、550円、すごい安いです。なんか移動販売って言ったら高いイメージあるやん。うん、でもこのね、550円というのはすごい破格かなと。でどこに現れるのかまだ全然わからないんで、もう会った人はすごいラッキーかなと思います。というわけで、もうほんまに非常に美味しい、ラーメンだと思います。というわけでまたね、スピチューブの方よろしくお願いします。ありがとうございました。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。